はい、それじゃあ次はここ行きますか。男子トイレはまあいいか。よいしょ。こちらもわらがすごいな。わらわらと、あ、こんな風になってんだ。結構やっぱ月日が経ってボロボロになってるな。いつ崩れてもおかしくない。このなんかレストハウス木造ってのがまたいいね。これが絵になるな。ここ通れるかな。ちょっと危なそう。これちょっとさすがに危ない。そこから入りたいんですけど、うわっ、これ木腐ってるね。ここから通れるかな。あ、でもちょっと危なそうだな。やめておこう。よいしょ。お邪魔しマンモス。よいしょ。ああ、もうでもだいぶ解体始まってますね。これからさらに解体されていくのかな。うわー、テーブルや椅子家具などはもう全くないな。ガランとしちゃってる。天井は結構いい感じの木の梁だな。あー、この梁もいいね。この木の梁、そしてこの空調ダクトね。こんなに大きいダクトいるのかなっていうぐらい大きいな、このダクト。キッチンまでつながっていそう。結構多分これ300人ぐらい入るぐらいのレストハウスじゃない。これあっちはステージがあるでしょ。すごい開放感だっただろうね。あ、こっちはまだね、椅子テーブルがちょっと残ってる。なるほど、残ってるね、まだ。じゃあちょっと見ていこうか。この辺は解体時に使ったであろう作業用道具みたいなものがあったりなかったり。塩ビ缶っていうのかな。パイプ、当時スキー場として営業してた頃の残留物はないけど、その後に解体する時の残留物だけ残されてるって感じだな。ちょっと悲しい。椅子いいっすね。そして謎のキャリーケース、中身は入ってない。開放感があるね、本当。普通のスキー場廃墟とは全然違う開放感がある。外の音が気になる。外の風がちょっと強くなってきたようなので、ちょっといろんな音が聞こえてくるようになってきたね。広い建物なんでね、まあ、それはしょうがないか。じゃあちょっとこの開放感あるフロアをちょっと探索していこう。ここが多分昔の玄関だったところかな、おそらく。玄関も自動扉大きいね。うわー、これ階段があったんだろうが崩れちゃってるな、ここ。
ひどい状態だ。それはそれはスイスアルプスの気分です。いやーよかったね、ここに来てね。はい、この辺はなんだ、薬とかあるね。薬とかよくわからないものがいろいろ残ってるの。なんだ、風が強い。では行きましょう。うわー、やっぱ開放的だな。さっきまで見てたゲレンデ、ここも開放的。すごい音、そんだけ風が強いのかな。何この音、まあ、本当にホテルのような、なんかモダンなホテルのような感じがする。ここは返却口ですね、食器の。ああ、厨房の方はもう何も物が残ってないのか。今日はちょっと調子悪いな、しゃべりのトークがちょっとダメだな。今日は調子悪い。いいけどね、別に。ピンチはチャンス、チャンスはピンチ、ピンチもピンチ。それはやばい。ここ開けっぱなしか。うわ、窓ない、開けっぱなしだ。ここももう花瓶とかが全部割れちゃってる。風が強いんだな、これ。すごい音するね。ここはもう本当にテーブルつながってるから、団体客とかスキー客のね、団体さんとかここみんなで食べたりしたら結構楽しいかもしれない、こういう席は。外から大勢の人がどん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 って壁を叩いてるような、そんな感じの音。これももうすぐこの建物も解体撤去されてしまうのか。ちょっとそう考えると物悲しい部分もあるけど、でも解体前に来れたんでよかったですね。情報提供のしてくれた方に感謝だな。この辺は家具がそのまま残っているのか。カウンターも広いね。そして、顔なしサンタ、首がない、首がない。すお願い、セルフサービスでお願いします。トレイを取ってお好みのカウンターにチケットをお渡しください。支配人支配人だけ説得力ある。お願い、セルフ、あ、さっきと一緒だ。さて、ここからが厨房です。いよいよこの廃墟最後のエリア、厨房へとやってきた。でももう物は残ってないですね、何も。こっちにもサンタクロースがあるな。あ、こっちはちゃんと顔ついてる。陥没してるけど大丈夫か。コカ・コーラのカップです、そのまま残ってる。こ
これ要するにカレーとか提供してたのかな。この辺はパスタとかスパゲッティとかかな。塩コショウ入れ、もう中身はない。ソース。卵に卵かけご飯に醤油かけて食べるだけでも全然いいのにな。これ冷蔵庫かな。巨大冷蔵庫だね。この山が天然の冷蔵庫みたいな感じなのに、さらに冷蔵庫を作るのか。エメラルド七島にもこういう巨大な冷蔵庫あったよね。思い出すな、1年前の探索を。ここ裏口、厨房の備品は全て撤去されてるね。売り払われたのかな。新聞紙がある。沖縄でリベンジ、ボブサップ。あれボブサップってさ、ビリーズブートキャンプの人だっけ。違うか。違うよね、普通の K1 かなんかだよね。ビリーズブートキャンプってまだやってんの。厨房も探索できたんで、これで一通りこの廃墟も探索も終わりました。よし、じゃああとはちょっと外に出よう。出てあと外でちょっとね挨拶して、もう今回の廃墟を探索これで全て終わりなんで、あと外でちょっと喋って終わりたいと思います。では後ほど。はい、ということで今回の探索いかがだったでしょうか。かなりなんかもうあの巨大なスキー場だったんだなっていうことがもうあらゆる場面から浮かび取れるよ、そんな廃墟探索だったかなっていう感じですね。もう廃墟になって15年、一体ここはもういつ取り壊されるかわからないですけど、もうたった15年でここまで錆びれてしまうのかっていうのにまずちょっと驚きなんですけど、まあまた新しい施設に生まれ変わって新しいレジャーがここで誕生するのかなと思うと、それもまた面白いなっていうような感じでしたね。いつ生まれ変わるのは分かりませんが、また生まれ変わったらちょっと探索でもしに来てみようかなと思います。では今日の探索はこれで終了します。巨大ハイスキー場のゲレンデからお伝えしました。取材班高茶でした。次回お楽しみに。
これはこの向こうに一体何があるっていうんだ。うん、ブログとかだとね、このトンネルの奥にあの宇宙船の観測所があるっていう噂らしいんですけど、まだそれがあるのかな、もうなくなっちゃったのかな。ちょっと今知る由もないですね。あそこにちょっとトラックが見えます。廃車、廃トラックが見える。これは薄気味悪いな。ここはね、昔あの鉄道があったらしくて、旧中央本線がここを通ってたらしいんですよ。線路が2つになったんで、ちょっとこのトンネルだと狭いっていうことで、ここが廃止になって、別のところに今この近くにね、中央本線が走ってるんですけど、ここはあの旧中央本線のトンネルっていうことで、そこを何年か前にとある大学がここに研究所を作って、密かに宇宙船の研究をしてたっていう噂が流れてますね。うわー、すごい、コウモリ大量だ。コウモリが大量、ものすごいいる。これ確かにコウモリっていう意味でもちょっと危険地帯だな。しかしちょっと気になるよね。まあ自己責任っていうことなんで、まあ自己責任の範囲で行けるとこまで行ってみるか。ちょっと怖いけど、ちょっとすぐそこまで、あのトラックあたりのところまで行って引き返してこようと思います。ちょっと自己責任で行ってみようか。このトンネル、あの14号トンネルと13号トンネル行った時以来だな、こんな廃トンネルの中を入るのは。うわ、独特の空気流れてるね。なんだろう、もうもやで見えない。これなんだ、なんかあったのか。ここはこっから先はコウモリの巣窟か。見えないですね。なんか施設があるのかな。ちょっとわからない。ちょっとこれ以上行くのは危険そうなんで、ちょっとやめておこう。まあちょっと事故起こしてしまったら元も子もないので引き返します。あの奥に何か施設があるのかな。それはちょっとわからないですが、再びこの現場にやってきました。ここに来ると緊張感も半端ない。どこまで奥行けばいいんだろう。そして塵がすごい。全て撤去されてるかもしれないですね。
歩いてもみんな出てこない。突き当たりの